はぁ、来たな天空の塔。おお、よく来てくれた。くわぁ、何やってんの、ね、ネイティオは。もう少しでできるのだ、テレポートの結晶が。テレポートの結晶。くわぁ、できた。これがテレポートの結晶だ。これがあれば天空まで飛ぶことができる。さあ死を受け取ってくれ。そうだね、いよいよ天空のとこに行くんだもんね。エスパーの力を集めて作ったものだ、私と風鈴と。あれ、もう一匹ゴーストタイプのポケモン協力してくれたのだが、どっか行っちゃったみたいだな。誰だろう。恥ずかしいのだ、分かってやってくれ。ところでお前たちにもう一度聞きたい。今回は相当危険な冒険だ、それでも言ってくれるのか。うん、もちろん。熱空さんに頼んで星を破壊してもらえばいいんでしょ。それで平和になるんだったら僕は命だって欲しくない。それが僕の願いなんだ。そしてその願いが叶った時、サーナイトが言っていた。あなたは人間の世界に戻れるのです。これがチラとの最後の冒険になる。しよ、頑張ろうね。頼んだぞティラ、しよ。まあやられてももう一回いけるしね。問題はね、こっから長いんだ。また前回みたいに高速で送らないといけないかもしれん。おおすげえ、来たねー。わしよ、すごい、ここ雲の上だよ。ああ、しよ、あれ見てよ、天空の塔だからね。いやー怖いなこれ、大きな雲の塔だ。この一番高いところにレッグーザがいるんだね。しよ、頑張っていこう。長いぜ。今からカットカットするぜ。めっちゃカットすんだよ。前回26回だっけ、なんか。すごかったからな。来たか。おら、よし、来た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 。よっしゃ、25、結局25回。マグマの中と一緒の長さだな。もう少しだ。よし、来たー。ここが、最上階なのかな。34階。めっちゃ長かったぞ。誰だ、我が領空を犯す者は。領空も何もメタゴロスが追いましたやん。もしかしてレッグーザ。いかにも、ここは我が領域。すぐ立ち去るがよい。それがどうしそうも言ってられないんだよ。実は頼みがあって。ならん。おお、レッグーザでけえ。我は天空に行き、その他たちは地上に生きる者。それぞれ定められた場所があるのだ。我は何億年の間一度も地上に降りたことがない。嘘こけよお前。それは逆もまたしかり。自然の掟を犯す者は容赦せん。覚悟しろ、レッグーザー。この BGM、 来たこの BGM よ。とりあえずだね。ほら。往復ビンタ渡して、俺に。
ハイパーボイス、やっべ、行くぜ、オークミンタ、お、行くぞ、これだ。とにかくオークミンタすんだよ。は、破壊光線撃ってる。破壊光線撃つのか、お前。すげえかっこいいな、破壊光線自動なってったぞ今。よっしゃ、よっしゃ、やっぱりビンタって最強なんだな。日の嵐何もしなかったな。おー、破壊光線だ。お前弾丸の剣より弱くて助かったよ、破壊光線が。ん？何？地震？なわけないよね。だってここ雲の上だ。これは衝撃波だ。しかもものすごい。そうか、わかったぞ。上を見て、レッグーザ。星が近いんだよ、きっと。うわ、めっちゃ近い。なんだあれは。星ではそれも飛びっきり大きい。このままとぶつかって大変なことになる。だから僕たちレッグーザに星を破壊するのを頼みに来たんだ。そうだったのか。うん、早く破壊して。その前に決意を聞かせてくれ。星が接近しすぎている。こっから我が破壊光線を放てばそなたたちを無事では済まぬぞ。そんなの初めから承知だよ。よく言った、よく言った。行くぜ、破壊光線。良い覚悟だ。これは夢？いや、夢じゃない。そうだ、星の爆発に飲み込まれて魂のままさまよってるんだ。どうなるんだろう。ああ、ゲンガー。これはゲンガー。ケケケケ、しよう。こんなんでくたばっちまったのかよ。ざまあないな。こいつはどうすっかな。そうだ、さぞい、このまま闇の世界に引きずり込んでやるぜ。闇の世界ってどんなとこだろう。自分はこのまま知らない世界に捨てられてしまうのかな。あれ？どうやら道を間違えちまったらしいな。俺としたことがどっちがどっちか分かんなくなっちまった。へっ、しょうがない、ここに捨ててっか。じゃあな、あわよ。おい、しっかりしろ。本当に彼は道を間違えたんだろうかね。
あ、ここは？意識は持ったぞ。おお、確かにあの時ゲンガーが助けてくれた。もしかして、シオもゲンガーに？よかった、生きてて、すげえ心配したぜ。あなたたちとてつもないですわ。無事でよかったです。ほんとよかったです。みんなありがとう。それより、星は？星は一体どうなったの？ぐわー！心配するな。星は破壊された。すぐではないが。自然変動も時期収まるであろう。一緒にいた仲間は？大丈夫、無事だ。本当に？やったよ、ジオ。うまくいったんだね。これで平和になるんだ。よかった、本当によかった。今日はお祝いだな。シクハオリハイドロポンプ打ちたぜ。おーっと、こっちはやめろ。向こう向け、向こう。いや、撃て撃て撃て。冗談じゃないよ。私が逃げられないように押さえときますわ。お、いいのそれ。おいおい、見たマジかよ。ははは。お、シオさん。お、サーナイト。すべてはシオさんたちのおかげです。世界の平和が守られたのです。本当にありがとうございました。そしてシオさんの役目はこれで終わりました。もうすぐ元の世界へ戻らなければなりません。別れの時が来たのです。お、シオさん、辛いでしょうが、みんなに最後の別れを。あれ、シオさん、シオ、その体どうしちゃったの？お別れってどういうこと？人間の世界に帰るだって。なんで？どうして？よくわかんない別れるなんて。せっかく友達になれたのに。ちょっと忘れない。待ってよ、シオ。会えて本当によかった。僕、シオがいなくなったら。しよう。でいなくなっちゃうんだよ。俺はしおに幼稚を助けてもらった。なのに俺はまだ何の俺もできてない。ありがとうも言うままいなくなるなんて。ほんとだよ、こんな急にいなくなっちゃうんだよ。せっかく世界が救われたのに。せっかくこれからって時によ。いや、シオのおかげで世界が救われたのだ。今思えば、天空に行く前のシオの様子は、まるで何かの定めを待っていたかのようだった。きっとシオは僕たちを助けるためポケモンになったんだ。そして、星を返した時が、別れの時だって知ってたんだ。なんでもっと早く言ってくれなかったんだ。別れと知ってたら、
なんで教えてくれなかったんだ。友達が悲しんでいる。いなくなって初めてわかる。かけがえのない友達が、もし君も強く願うのなら、また出会うことができるだろう。別れたくない。もっと一緒にいたい。かけがえのない大切な友達だから。お、おお、光が。ああ、戻ってきた。